はい、友谷塾の倉川友谷です。今日も楽しんでまいりましたね。今日はね、ちょっと難易度が高いのをやってみようかなって思ってます。何かというとですね、それはコンプレックスというね、ホテルさんとキッカーボーイさんがやってたやつですねの、グッドサベージっていうね、結構ちょっとマニアックっぽい曲をねわざと選んでみました。で、ちょっとこの曲に関してはね、ちょこっとだけね、やっぱり運指の感じがね、ちょっと複雑になってくるので、僕の動画をね、結構見てくださってる方は、ね、もうそろそろ弾けてるよねっていうことで細かくやっていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。で、まずゆっくりちょっと弾いてみると、こういう感じ。ちょっと荒い感じになっちゃいましたけど、で、まずここの1弦、ここから1弦、1弦2弦3弦、もうこれ中級者の人用だからね、もう関係なくいっちゃいますけど、まずその3弦の、2フレットですね、ここをですね、で、これ裏から入ってるんでアップからです。次がこの4弦の4フレット、1本ずついきますねって言ったら、次は3弦の開放です。3弦の開放ですね。その次にこの中指で、さっきのこのコークスリーブでしょ、中指でこの3フレット、5弦1、2、3、5弦の1、2、3フレット、これですね。で、これをピッキングしませんじゃなくて、こいつね、プリング、プル、多分あれですね、プル、これでこの開放に引き継ぎます。やりますよ。これもう一回繰り返します。そしたら次は、多分このね、音の感じからするともっと軽いから、この A のコードなんだけど、多分ね、ここ、いや、弾いてないんじゃないかな。この辺が割と中心に弾いてるんじゃないかなって感じです。この2本。これを、ですね、うっちゃーですね。ピッキング目見ててね。ちょっとこっちに弾くの難しいんだけど。で、やってみると。ってなってます。早くします。最後のこの、6弦を、ここ3フレット、薬指、3の指ね、3フレット、3の指、これ1本ずつです。ゆっくりやります。じゃあピッキング見せようかな。もう一回、もう一回、ってなってます。これを早く弾くとちょっとしくじったけどこれ僕はね、高校を卒業するかしないかぐらいの時にコピった記憶があります。えらく難しかったんですけど、やっぱり大人になると微妙に弾けたりとかしますね。さっき思い出しながら3分ぐらいでやってたんだけど、弾いてたんだけど、結構弾けるもんですね。で、これ結構ね、弾けたらかっこいいフレーズなので、ぜひともね、あと結構なんていうのかな、右手とね、左手のこの例えばクッて入ったりとか、このね、裏から入ったりとか、あとその
ップリングがあったりとかね、あと布袋さんのフレーズってやっぱすごく癖があって、やっぱこういうなんかペンタトニックっていう、まあ、やつだったりとかするんだけど、そういうのあと解放とかうまく使ってね、なんか印象的なリフを作る人だと僕は思うんですよね。なのでこれちょっとやっぱねコピーって見るね価値あると思います。僕も自分の前やってたね、小次郎ってバンドなんかでもリフ担当みたいな感じでリフ作る担当だったんですけど、やっぱりね布袋さんの影響はもう間違いなく拭えませんねということで今日は、コンプレックスのグッドサーベージでした、また会いましょう。それではまたね。なしですか？